はい、ということで今日も伸び打線記 S 続きからやってまいりたいと思います。あの日の少年です。よろしくお願いします。ということで早速住民の方たちに話を聞いてまいりたいと思います。あんたらこの辺では見かけない服装だね。遠い国から来たんでしょうな。想像力が豊かな住民でございますね。素晴らしいでございます。この村も昔は栄えてたのよ。なんせ勇者が住んでるんですもん。え？あ、マジで？勇者？キャラ編失敗したわ。普通にびっくりした。え、勇者がいるってことはまた新しいキャラかな？あ、ここになんかいるもんね、いっぱい。ここにいる、住んでんじゃない勇者。ここに住んでると予想して、俺は別のところに行きます。こんにちは、皆さん。まあ、5年も経てば世界がやばかったなんて忘れられるからな。当然勇者の存在も消滅するだろう。勇者批判、アンチ民もいるってわけですね。魔王を倒した勇者ならこの村に住んでるわよ。魔王を倒した勇者、ちょっと変わり者だけど。変わり者。陰部がかゆい。なんか塗っとけ。なんか CM でやってるだろう。そういうのに効く薬が。何？ボラギノールだったかな。それケツか。この村も昔は栄えてたのよ。あ、これ同じ人だわ。ここショップじゃね？いらっしゃい。ちょっと買い物してく？ちょっと待って、なんかな。少なくなってきたの解体したよな。オレンジ組ちょっと解体しとこうぜ。待ってね。いや、お金もちょっとずつ溜まってきたんで。まあ、だいたい50個をね、キープしとけば、勝てると思うんだよね。100個はね、いらないと思うんだよ。50個でいいんだ。なんかご用ですか？ご用はないですね。ちょっとガキンじゃ。ママがね、アレックスの家には近づいちゃダメだって言うんだ。アレックス？アレックスってのが勇者の名前なのかな？そうなんですか？今日こそは。あら、お二人さんもデートですか？なるほど。今日こそは告白でもすんのかな、こいつ。旅人さんかい、珍しいな。せっかくなら村長に黙りに行くといいぞ。いや、アレックスに会いたいな。村長どうでもいいわ。ろくな村長いねえんだ。あ、こいつか村長。もう見るからに村長だな。おいおい、これは珍しい旅人さんですな。ようこそ我が村へ。少し聞きたいんだが、この世界は一体何という名前の世界なんだ？あ、世界は世界だろ。あんた大丈夫か？失礼なやつだな。初対面だろ。もうちょっとさ、変なやつだなと思ってもさ、そういうの隠して接するもんだろ。レイジ、もしかしたらこの村は自分たちの世界が何と呼ばれておるかを、呼ばれておることを知らないんじゃないのかな。わしらだってわしらの世界が物質界などと呼ばれておるなんて知らなかったし。確かにな。あ、確かにな。俺と同じだ。ここは他の場所に移って調査をした方がいいかもしれん。もう早く行こうか、じゃあ。ああ、ちょっと待ちなされ。もしかしたらあの男ならあんたたちの話を理解してくれるかもしれんの。あの男？今から5年前、世界を混沌の闇に落とそうとした魔王を打ち倒した勇者じゃ。昔は救世主などと呼ばれておったが、今では引きこもり生活を送っとる。どうした？もうやることやったらもう引きこもるんだ、人間ってやっぱり。あんたと同じようなことをくちばしっておったから、もしかしたら力になってくれるかもしれんぞ。わかった。その男に会ってくる。それで名前は？名前はアレックスじゃ。この村の北の方に家があるぞ。北の方？いや、あの人だかりだよね、多分。ここでしょ、多分。ここじゃねえわ。あれ、いなくなってる人。あんなにいたのに。まあ、先にこっち入っちゃうんですけどね、僕は。僕レベルになるとこっち入っちゃいます。これ宿だな。宿はあんま関係ないわ。じゃあ行こっか、あれ。これ絶対アレックスの家でしょ。こんばんは。うわ、すごい。オタクじゃん。なんじゃこの部屋はー。某鈴宮ポスターも貼ってあるわ。なあ、あーマジこのプレミア会員ってのになりたいけど通貨が通んないし大体世界が違うからな。え、こいつ勇者マジで。目いって待ってっけど。なんちゅう適当な顔じゃん。え、何？どちら様でしょうか。セールスはお断りですけど。ちょっと待て、俺たちはただお前に聞きたいことがあって来ただけだ。すごい、ティッシュもなんか散乱してるし、なんか汚ねえわこいつ。あ、何？そうなの。レイジ、こやつはかなり有力な情報を持ってそうじゃぞ。そいつは術器。と言いたいところだが、かなり厄介そうだ。かくかくしかじか。なるほど。つまりあんたらはこの世界とは別の異世界から来たというのか。急に男前になったな。確かにそっちの電波系の話はこの世界じゃ俺にするのが正解だね。
電波言うな。今度はこの世界のことで聞きたいんだが、その前にこの耳障りな歌を消してくれないか。なんか流れてんのかな。何を言っとるのじゃ、レイジ。この歌な、日本レコード協会にゴールド認定作品と発表された超有名な歌なんじゃぞ。そうなんだ。ある晴れた日のこと。ああ、もうそれ以上やめてください。魔法以上というか、もうやめてください。ええ、黙れ！常人にとってはどうでもいい歌だ。さっさと消せ。おい、レイジ、そんなこと言ったら、春日見に殺されるぞ。はい、わかりました。そんじゃ、RTP の BGM でも流しておくよ。で、この世界のことで聞きたいことって何？まずこの世界の名前だ。他の住民にこの世界の名前を聞いたら、変人扱いされたお前を紹介された。何か知ってるのか？確か RTP 会だったかな？ RTP 会？ RTP？ そんな世界は聞いたことないぞ。正確にはランタイムパッケージ会だ。え、それってさ、あれじゃないの？なんか RTP スクール2000とか、実際にあるやつじゃないの？確か2年前の戦いでは、物質界、幻想界、深海、魔界。でもって、なんだこれ、地味猛霊の猛霊かなこれ。地味、猛猛界。猛猛界とかいうのも存在したの。見た目は幻想界に似てるのだが、そりゃ知られてないだろうな、手抜きとか言われるから。それとわしらからも聞きたいんじゃが、なんでお主はわしらの世界の文化を知ってるのじゃ。確かにな。さっきの歌にせよ、この部屋にせよ、一番異世界との壁が厚い世界なんだぞ。確かに、世界が違うからちょっと通貨が違うからとか言ってたもんな。ってことはなんか、異世界物質界のことも知ってそうな雰囲気はある。さ、RTP に世界観はないからな。わけがわからん。とりあえず、この世界が全く別の世界だということはわかった。で、次はどうやって魔界に転移するかが問題だな。そういう奇想天外なことなら、魔王に聞くのが一番いいんだろう。へ？魔王って5年前にお主が葬ったんじゃないのか？そりゃぶっ殺したことにしねえとなんかとうるせえからな。まさかお前、仲いいのか？魔王を倒す旅をしてる勇者ですって言って、戦いしたりしてたから、今更ダメでしたなんて言ったら、これ、こいつとんでもねえ勇者だった。訳すな。それじゃ今でも魔王はいて、この世界をどうかしようとしてるんじゃないのか。え、お前ただじゃあ旅に出て、戦いして、ニートしてるだけ？やばこいつ。いかれてるこの顔して。俺が魔王の元に着いた時にはもう飽きたっつって今じゃ普通に暮らしてるぞ。あ、そうなんだ。じゃあいいのかも。じゃあその魔王にでも会って聞いてみるから居場所教えてくれ。そうせかすなよ。魔王の場所なら俺が案内してやるからさ。やだこいつ。ここ最近この RTP 界に異変が起きてるというロイター通信が入ったんだ。やっぱここら辺で勇者復活って展開にしといた方がいいと思うし、いいよお前は一生引きこもったら。一生春日見てろ。後の話は知らんが、案内してもらえるなら、それに越した話はない。なる？そんじゃ、少し長ためになるけど、よろしく頼むぜ。こいつ戦えんのか、そもそも。名前は確か、京介とエクセレンだっけ？誰だよ。ちげえよ、わらわらわら。そんな面白いか？冗談だよ、冗談、わら。このとこ、不祥なのに接近させてはいけない気がしてきた。アレックス仲間になった、ついに。とりあえずはまずはこの村から北にある T 村に行くぞ。 T 村かつて共に戦った永遠の仲間たちに5年の月日を破り集まってもらうことにしたから。とりあえず俺は T 村に行けばいいのか。なんでこんなティッシュ散乱してんの。これ何、怪しいんだけど。怖いな。一つだけ実写混ざってるしな。完全に二次元オタ押すって感じではなさそうですね。さあ、じゃあ、T 村に行きましょうか。T 村、このまま行けば行けるかな？あ、行けますね。じゃあ行きましょう、早速。GO です、GO! GO, GO, GO! ん？なんでこれ？ちょっと待って、システム変わってない？なんでこのフロントビューバトルは？何って、デフォルト戦闘に決まってんじゃん。ん？ RTP 界じゃ常識だろ。じゃあ、いくらなんでも、これじゃアシストというわしの立場が、デフォ戦イコールクソゲーという方程式が成り立ちつつあるけど、実際は安心して遊べるシステムなんだぜ。わけがわからん、とにかくやめろ。え、マジでこんままやるってこと？違うじゃねえか、普通にやらせるじゃねえか。早速ちょっとアレックスの実力を見ていきましょうかね。あ、レイジャー普通に攻撃でいい。あ、アレックスパンチをちょっとお見舞いして、どんぐらいの攻撃力が出るのか。強いのかこれは。どうなんですか。まあ HP111 あるから、レベル的には多分、あー、ちょっとでも装備があれかな、整ってないかな。待ってね、
多分ね、装備が整ってないせいでね。よっしゃー、俺たちの勝ちだぜ。思ったより大人な声してんなこいつ。くっ、やはりこの RTP 界はどんどん異世界に侵食されている。自作戦闘、それは常に危険と隣り合わせ。そして苦労の結晶。えじゃお前はツッコミ役なんじゃぞ。何を言ったらいいのか思いつかん。なんだこいつ、なんか自由奔放だよな。ここがティー村っぽいっすね。行ってみましょう。こんにちは皆さん、ここはティーの村でーす。って旅の人が来たら言うんだって。えへへ、偉いでしょ、僕ちゃんと言えるよ。ここにずっといいのかなこの子供。子供は遊べ友達と。早えなおめ、話しかけさせろ。おい、僕は決して変態じゃありませんよ。でへへへへ、その一言が勘違いされるのではないでしょうか。いらっしゃい。ちょっと武器欲しいよな。ちょっと武器屋みたいにないかな。貝を貸すって言われたな今。このじじいなんだよ、初対面なのに。こんにちは、いらっしゃい。ここに武器売ってねえか。あ、売ってんじゃん、ちょっと買おうぜ。あ、これ買った方がいいわ。一個ずつ買って、ミスリルアーマー、これ高えな。ミスリルアーマー一応3個買っとくか。待ってね、で装備させます。レイジ、あ、だいぶ強くなるな。10上がるのだいぶ強えぞ。で、あー、俺がさっき買ったやつはレイジにはつけれないのか。あ、魔族の剣つけれんじゃん。これね、多分ね、どっかのクエストの時、前々回ぐらいに、ドルアーガの城でモリガンさんに会うためにちょっと塔登ってたじゃん。その時に魔族の剣拾ったんだよね。で、まあ来たるのび太の時のために取っといたんだけど、やっぱバスターソードの方が強えな。 FF7 のパグリじゃねえぞ、デフォだぞデフォ。バスターつきあっちゃうか。つけちゃおう、バスターつけちゃおう。あー、ちょっと待って、鍋の蓋つけると、そっか。じゃあこれはミスリルアーマーつけて、アイアンサレット、あ、ちょっと待って、デフォルトの方が強いなんてことあるんだ。いや、案外でも装備整ってんなこいつ。整ってたよ装備なうし。こっちは中入ってこう。こんにちは、何かご用ですか。この女の子に用があります。何かご用ですか。同じことしか言わね、同じことしか言わなかった。兄弟だなこれ、同じ遺伝子受け継いでるの。こんにちは。最近妻の様子がおかしいんだ。え、これなんかあれ関係あるんじゃない、ちょっとストーリーと。奥さん探そう。あと入ってないところといったらここか。セリフ考えるのもダーリーぜ。まあなんかあれの話だよなきっと、物語的には関係ない話だよなきっと。こっちか。じゃあ、お、みんないる。よう、我が仲間たちはよくぞ集まってくれた。こいつらが仲間。ちょっと人を呼んどいて遅れるなんてどういうつもりよ。アレックス、キャロル、で別にこっちはあんたのために来たわけじゃないんだからね。初対、なんだこのツンデレ。おお、キャロル、相変わらずのツンデレっぷりだな。アレックスさん、お久しぶりです。オーレジー、どうやら未だ健在のようだな。何これ、ギャルゲーなのこのアレックスの作品って。5年ぶりね、元気そうでよかったわアレックス。へえね、あ、マジですみませんでした、ごめんなさい、調子こいちゃいました、許してください。お前何言ったの。やっぱ変わってないよねアレックスは。そういうお前らもな。俺ね、わらってこう英語で W 使うやついるじゃん、あんま好きじゃないです。実際に使うやつあんま好きじゃねえわ。あれ、そういえばエンリューとファルコンはまだいるんだ。お前多分仲間にだいぶ恵まれてたな、旅する間。お前が多分魔王のとこまで行けたのも絶対仲間のおかげだから。ファルコンは旅に出てて連絡つかないし、エンリューは2年前から行方不明だそうよ。へえ、そうなんだ。ファルコンはともかく、エンリューは鬼会心の一撃と強力防御があって使える子だったんだが、ほら絶対仲間頼りにしてるやつだと思ってた。あれ、でももう一人いませんでしたっけ、確か。ああ、それはいいんだ、彼忙しそうだから呼んでないんだ。ちょっとトラウマになりそうなキャラも一人いるようですね、出会ってみたい。そうなんですか。それよりアレックス、呼び出した要件を聞く前に、その人たち誰。ああ、そうだった、長くなりそうだから一旦画面消去して話したことにするよ。
そういうの言わなくていいから、カクカクシカジカっていう俺の言葉でなんとかするから。はるばる異世界からね、ようこそこんな腐った世界に。よろしくな。しかしここまでわしらが空気にされるとは、 RTP 界とは恐ろしい世界じゃな。ほれレイジもなんか喋っとかんと。たまにはこういうのもいい。それでその人たちの魔王の元に案内して元の世界に返してあげるんですね。でもそんだけならあんた一人でも大丈夫なんじゃない。確かにな。正直、ま、回復役はでもいないか。回復役一人欲しいな。てかテレポート使えばいいじゃん。そんなもんずっと使ってねえから忘れちまっただよ。それにここ最近この RTP 界に異変が起きているというロイター通信が入ったんだ。だからまたみんなの力を借りようと思ってな。頼むみんな、俺に力を貸してくれ。すごい、ここだけ主人公感がすごい。いやよ。なにゃー、すごい顔芸が。わざわざ死ぬような目に会いたくないし、宿屋で安心して眠れないし、それにこんな世界どうなろうとどうでもいいし。お前ら、あの旅の奇跡を忘れたというのか。マジかよ。じゃあさ、ついてこなくていいからさ、俺の特技になってくれよ。ほら、俺が寝たら瞬時に飛んできて、魔法やらなんやろ一発放って帰ってくれればいいからさ。確かに。それもなんか嫌な話よね。でもそれくらいだったらいいかも。デイジー、お前多分回復担当とか、お前だけでもついてきてくれ。でも私を呼ぶのはもうちょっとレベルが上がってからかな。ま、あんた攻撃用の魔法スターライトしかなかったし、仕方ないから助けてあげるわ。よかった。でも勘違いしないでよね。別にあんたを助けるために来てあげるんじゃないから。正直勘違いしてないわ。それじゃあアレックスさん、私もこの辺で。回復系の魔法なら私が担当してあげますので。ああよかったデイジー、よかったよ。てか私たちって瞬間移動的な技って使えたっけ。みんなどっか行っちゃう。ま、特技として働いてもらうだけでマシだと思うか。さてそれじゃあアレックス殿。ブライアン、いつの間に。やあブライアン君、久しぶりだね。あ、これがトラウマって言ってたやつか。言ってはないけど、しかしなんだか5年前に比べて痩せちゃったね。その調子じゃ力の方も劣ってきたんじゃ。でもお前の愛は麻酔っぽい。あ、確かにこいつヤバいやつ感あるわ。ああアレックスよ、俺はお前についていくぞ。あんなメス豚どもなんか気にするな。俺一人でお前を守ってやるからな。ちょっとキモいですね、やめてください。何、俺とお前の仲じゃないか。ああガクガクブルブル。さあ行こうアレックス。待て待て、どうせ魔王地行くだけなんだからさ、そんな大勢でズカズカと上がり込むのもなんだろう。だからさ、お前も兵隊たちみたいに俺の兵パーとして力を貸してくれないか。うん、アレックスがそこまで言うなら仕方ないか。だがあんなメス豚とは違い、俺は今すぐにでも呼べばお前の元に飛んでってやるぞ。アレックスはブライアンを呼ぶを覚えた。ちょっと今いらないかな。ま、縦側にはなるかな。おいゲス、おいゲス、こっち向け。こらいくらブライアンだとしてももう用はすんのかアレックス。あー悪かったな、時間かけて待って。わしは早うこの世界から抜け出したいわい。なんかあるぞこれ。これはいじれないか。別に戻るかしたら。え、こんままさ出ちゃって大丈夫かな。出ちゃうよ俺。さあ先に進んでいきましょう。敵が現れました。ちょっと強そうですね。先にまあ蛇毒持ってそうだから、ごめんゲップ出ちゃった、蛇からやりたいよね。で早速特アシストスキルの、待ってちょっと待って、アシストスキル、これフォンリンのアシストスキルだな。どっちも、まあ、フォンリンでいいか。ほれほれ行くぞ。素晴らしい、素晴らしいですね君は。この豚ちょっと強そうだな。久しぶりにグレンでも出しちゃうか。グレンで一発決めたる。あ、ブライアン呼ぶできるじゃん。ちょっと待って、早速使ってみたいな。ブライアン呼ぶ。ブライアン何してるの。ブライアンの盾って本当に盾に使ったよこいつ。あ、これででも攻撃を回避できるのかな、もしかしたら。よし、よっしゃー、俺たちの勝ちだぜ。余裕ですね。さあ進んでいきましょう。今から僕は魔王のところに向かう。さあ魔王勝負だ。